織田信長の軍隊を2回敗北させました。942年11月14日朝曇り、彼は一族の力で再び私たちに挑戦します。負けないぞ、絶対勝つぞ。丹波は3万人と戦わないといけないと言っています。彼らのところには多くの侍と足軽がいます。しかし私たちは伊賀の心臓部であり最後の一族です。彼の先制政治ではこの国は滅びます。私たちはこの砦をくノ一として守る名誉と義務があります。総兵文句のことを思い出せ。そして今皆忍びとなります。柏原の砦を守るぞ。信長の野望に対する私たちの最終的な立場です。敗北した場合秘密は私たちと共に死に絶えます。自然と戦闘に関する私たちの知識も消え失せます。忍びが侍をやっつけるぞ。この戦が私たちの元にやってきたからには失敗はできません。そして今戦わなければなりません。女性も戦えると男性に示しましょう。長島の一向一揆の仕返しだ。戦います。くの一みんなで力を合わせよう。戦います。そうだそうだ、くの一で頑張ろう。そう、伊賀をみんなで守ろう。みんなで力を合わせて絶対勝つぞ。忍者黄金時代、1485年から1581年、日本の戦国時代は侍を忍者と団結させ、日本を初めて一カ国に団結させた。江戸幕府初代将軍徳川家康は、権力を握るため忍者を雇った。一旦日本が統一されると、忍者は駆られ、世界に消えて解散されたのだった。私を見、私のチャンネルを見て、はい、うわ。